赤市海峡。赤市海峡は、瀬戸内海東端に位置する、淡路島、淡路市と兵庫県赤市市の間にある海峡。大阪湾と張間灘を分ける、瀬戸内海国立公園の区域に指定されている。最強部の幅が 3.6km で最深部は約 110m である。海峡としては、狭い部類に入り、さらにそのうち 1.3km が、潮流の主流部である。 主流部のアジ島川、南側に最も潮流の強い部分があり、大潮の時には、主流部の流速の1.4倍に達して、最大7キロトンを超え、松穂先からは川のように流れるのが見られる。潮流の速さに加えて、船の往来が多いため、人間が泳いで横断するのは自殺行為である。世界最長の吊り橋である、赤市海峡大橋。 自動車専用道路がかけられている。また、赤石港と岩屋港の間に旅客用の淡路ジェノバラインが運行されている。フェリーは、赤市淡路フェリーが運行されていたが、2010年、平成22年11月16日から休止している。赤石海峡は、瀬戸内海東部、大阪湾と張間灘の間に位置。 船で西から大和を目指してくると入り口に当たることから古くは赤石大門と呼ばれていた。この海峡での潮の流れは太陽の緩慢によって発生する。道潮は大阪湾に押し寄せ、赤石海峡では針真田への西への流れになり、引き潮は大阪湾への東への流れとなる。ところが赤石海峡は幅が最強部で 3.6km、震度は 約100メートルと狭く、海峡に潮が押し寄せると、最速7ノット、時速約時速13キロメートルの凄まじい流れが、走る。同時に狭い出口から溢れ出た海流は、水深20メートルのラインに沿って反転する渦を、生じさせる。明石海峡では、道潮の時、半時計回りの渦ができる。水深20メートル以上の海域が、大阪湾に比べてはるかに、 狭く渦は小さい。以上から三角波と西への潮の起きる点が難所となる原因である。ちなみに嫌な道潮から嫌日、嫌日、嫌日などと呼ばれるようになった。林の嫌日の原因は古代に六甲山、淡路島の隆起、断層の生成があり、また氷河期の解体で陸地を流れる加古川、赤石川などが一体となった。 大河川による侵食。それらにより、海峡には二万年前の川床が、トイのような溝となり、埋められることなく、残されている。また、干満の差により、狭い赤市海峡部での激しい潮流が、溝の底をさらい上げ、水深百メートル以上の断崖が、海の中に存在する。この溝の上部では、浅瀬の水は、干満の差と地形によって逆に流れる海底の道の、 水流と衝突し、三角波と西への凄まじい石を生む一因となっている。発生地点としては、JR 赤石駅と西赤石駅の中間地点から、南におよそ 1km あたり、およそ林崎海岸付近。さらにこの漁港沖合 1km から、西方 2km 先の JR 西赤石駅と、山陽電鉄、富士駅の中間地点。 この沖合5トルまでの特別な海の流れが、イヤニチと呼ばれる。ベテランダイバーでさえ、立っているのがやっと、という流れは、動力のない近代以前には、ただ従うしかない自然の力とされた。一例には、古代の赤石川上流の押しべだに一帯は、朝廷の直轄量が置かれ、トライ系の鉄器加工集団が住む地域となっていた。その鉄製品は、 船造りには必須の材料であり、赤市から大阪の住吉大社へ材料の調達運搬を行っていた。その際、宮日は大きな障害であったと、住吉大社神代記に記されている。また、この早い海流と独自の地形から生じる三角波を乗り切るため、赤市では江戸時代から昭和30年代まで、剣崎三吉と呼ばれるへさきのせり上がった。 木造漁船が使用されていた。一方で、矢日は、赤紙に豊かな海の幸をもたらしている。一つ目が、矢日によって回転しぶつかる海流が生む、潮目が優勝流となり、深みに沈む窒素やリンなどの海の栄養源を海面に届けている点。この海流が、砂礫、岩礁やゴロ石といった低質を持つ砂の、丘陵地帯を形成し、日本でも、 有数の魚場自家の生を生み出している。ここでは、植物性、プランクトン、海藻類が発生し、動物性プランクトンが繁殖。これにタイやイカナゴの稚魚、さらに鈴木浜地さわらが集まる。二つ目が、イヤニチは、浅い魚場を作り、栄養源と酸素を供給し、いわば天然の生けすとなっている点。砂地は、瀬戸内最大のイカナゴの産卵生息地であり、 豊富なカニやエビなどの甲殻類は、マダイやメバルマダコの鉱物として集まる。東海域の1トル四方の年間漁獲量は37.8トンである。日本海は1トン未満であり、ペルシャ湾は0.3トンであるからも、東海域の漁獲口がいかに大きいかわかる。ただ近年では、巨場の海砂の採取、卵獲、海中構造物、 海外構築物の嫌に地への影響、ひいては鹿の瀬などへの波及などが懸念されている。古来より夕日が美しく、淡路島を望む風光明媚な地であり、またその海流の速さから周辺が潮町の地ともなっていたことから、万葉集、古今集、新古今集の頃より多くの歌人、俳人などに歌われてきた。松尾芭蕉も赤石を訪れ、 タコズボをテーマにしたユニークな句を残しており、後に、松岡オラが芭蕉の検証碑、タコズボ塚を建てている。和歌。俳句。近代、現代文学、大阪湾と張真灘、淡路島と本州が交わる。この海峡は、陸海空すべての交通の要衝である。1998年に、明石海峡大橋が開通して以来、 近畿と四国の各都市を行き来する車両が多く通行している。本州四国連絡高速道路株式会社の統計によると、1日に3万2000台の車両が通行しているという。大阪湾と張間灘の間を航行する船舶が多く、全長50メートル以上の船舶は幅1.5キロメートル、長さ3.7回り、6.85キロメートルの 航路を右側通行で通行するように定められている。また、タイやイカナゴの工業場として、海峡内で、底引き網漁が行う漁船が多い。1日2400隻もの船舶が通過する。また、古くから海難事故が多発する難所であり、右側通行の明石海峡航路が設定されている。他、淡路島にある、大阪湾海上交通センター。 大阪マーチスが、海峡の航行情報の提供と航行管制を行っている。1994年の関西国際空港、2006年の神戸空港の開港により、明石海峡上空は多くの航空機が飛び交う空の交通の要衝ともなっている。市街地や山岳部の上空を避けるために、関西山空港をはじめとする近辺の空港の出発、 到着ルート、シドスターに設定されており、飛行の目印となる、ウェイポイントのマイコが設定されている。付近の上空は、低高度が、神戸特別管制区、神戸空港に、設置の飛行場管制、神戸タワーが、管理、高高度が、関西進入管制区、関西国際空港に、設置の進入、ターミナルレーダー管制、関西アップロー、関西デパーチャー。 関西レーダーが管理となっている。気象条件や混雑状況によって、ルートが変更になることはあるが、原則として、大阪国際空港の一部の便、西に向かう出発便と関西際空港の一部の便、西に向かう出発便と滑走路24リットル 24R を目指す到着便、及び神戸空港のすべての便、風向きや目的地によらず出発、到着便すべてであるが、 明石海峡上空を飛行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。